いや、またね、ダイソーで老眼鏡を買いまして、何個目なんて感じやねんけど、もうほんまにね、どこに行くにも老眼鏡が必要になってきて、もうそこら中にこう散らばしてたんですよね。どこでもパッと撮れるように。で、今回も100均で買ってみたんですけど、ほんまにこの老眼鏡を駆け出したのがね、結構最近でね、2019年か20年、いや、去年からかなと思うぐらい、結構最近なんですよね。で、かけ始めたんやけど、かけ始めたらかけ始めたで、だんだんひどくなってるような気がしてるんですけど、ほんまにこう手元が見えなくて、で、この細かい字ありますよね。説明書に書いてるこの細かい字とかを、この距離で読まれへんから、話していくとね、ほんまにこんな感じなんですよね。で、ここまで行くと今度字がちっちゃすぎて遠くて見えなくなるから、でも寄せていったら余計見えないしっていうのでね、絶対老眼鏡が必要なんですよね。おっさん連中ね、こういう人多いと思うんですけど、いや、ほんまにこれ結構私の中では衝撃なことなんですよ。私もその今47ですけど、45年間ぐらいはメガネなしでずーっと来てたんで、むしろいい方でしたね。2.0 とかのままずーっと来てたから急に見えなくなって、ものすごいストレスを感じてるんですけど、で、それプラスアルファね、最近、暗いところが見えなくなってきたんですよ。これも多分ね、おっさんあるあるやと思うけど、光をよう集めんようになってきたんでしょうね。で、それがね、最近まあカメラ使ってて思ったんやけど、それがほんまに顕著に現れてきて、ずっとこうマニュアルフォーカスでいいやんかって一生懸命頑張ってるんですけど、いよいよ DF のファインダーがちょっと見づらくなってきて、結構外すことが出てきたんですね。で、最近ちょっとこの D3S にこうプラナの 50-1.4 ね、つけて遊んでますけど、で、これ DF のファインダーよりもね、見やすいんですね。多分広いからっていうのと、明るいからなんかな。あとその深度をつかみやすいから、ピント合わせやすいんですね。って言いながら使ってるんやけど、それでもね、この前山の中に行って、暗いとこ撮ってみたんやけど、いつも通り撮ってみたんやけど、ほんまにもうね、見えなくてね、あれこんなんやったかなと思いながら、もう、全部がね、ぼんやりしてるんですよ。で、もちろん深度浅く F1.4 とかで、もちろん開放でね、見てますから、レンズの中で開放で見てますけど、それでもね、わからないんですよね、どこにピントが出るか。で、勘でやってみたりしてみて、まあ、持って帰って見てみましたけど、やっぱり覆ってないところが結構あって、それが私の中ではすごいショックでね、いよいよピント合わせられるようになったなと思って。老眼だけやったらね、視度調整とか何とかなりそうですけど、暗いところをどうしようもないっていうのだけは、だから嫁さん撮りましたらね、明るいとこ、昼間で人のみたいな大きい被写体を撮るときは、多分問題ないと思うんですけど、私結構暗いところの森の中で葉っぱ1枚とか狙ったりするんで、そんなところをすると、ピントがね、弱合わせようになってきたんですよね。それがもうほんま辛くて悲しくて。で、それがね、マニュアルフォーカスを使いたいからってずっとやってるんやけど、もうこうなったらほんまにいよいよね、やっぱりミラーレスなんかなっていう感じがしますよね。あれは液晶なんですよね。液晶は電子ビューファインダーなんで、その暗かったら暗いじゃなくて、補正されてちゃんと、まあ、オートにもできますから、明るくなって見えるんですよね。で、そうなると、多少ノイズが入ってするけど、拡大できますからね。やっぱそうなってきたら、もうミラーレスがないんかなと思ってき始めてるんですよね。で、もちろん、トリアージもね、レフ機の方がいいし、名残惜しいんやけど、なんかそういう風にシフトしていかんとあかんのかなと思ってね、いよいよ考えてるところですね、今ね。ちょっとショックですけど。で、今日はちょっとね、雑談でいろいろ喋っていこうかなと思うんですけど、まあ今の話と繋がらへんかもしれませんけどね、マップカメラからね、荷物が届きました。今日はね、レンズが届きましたので、これをね、開けていきましょう。今回届いたレンズは、じゃじゃーん。来ましたね。今回ね、レンズ買ったんですけど、AFS ニッコールの 20mm1.8G レンズですね。ナノクリスタルコートのレンズですね。なんかいよいよ私もちゃんとレンズを買い始めたなって感じしません？なんかね。ずーっと古いレンズばっかり使ってましたけど。まあ、このレンズを買ったらね、オートフォーカス、目が悪いからオートフォーカスっていうのもね、多少ありますけど、それよりは、広角のレンズで明るいレンズ、1.8 以上のレンズが欲しかったんですよね。で、もちろんオールドレンズも探してみましたけど、結構見当たらないんですよ。で、ニコンやったら多分なかったから、20mm2.8 のありますけど、確かにそれ以上のマニュアルフォーカスのレンズではなかったんですよね。で、他も探しましたけど、思い当たらんかったし、結局やっぱりこう、ニコンの F マウントにもつけるようなレンズで、超広角で明るいレンズとかあんまりないんやなと思って。で、まあ、それやったらもうオートフォーカスのレンズしかないなと思ってこれ買ったんですよね。だから目的は超広角の明るいレンズっていうのが欲しかったんで、で、いろいろ悩んでしたんですけど、これ買いましたね。で、一応、もちろん悩んだのは、Z の私カメラ持ってるんでね、APS-C ですけど、Z50 持ってますから、
あ、ZFC も到着してないですけど、まあ APS-C ですね、両方ともね。持ってますから、Z のね、20mm1.8 っていうのも悩んだんですけど、結局 Z でしか使えないから、私やっぱりレフ機を使うんですよね。で、使っていくことがあるから、Z のレンズを買ってしまうとなんかあんまり意味がないなと思ってね、この D3S とか DF とかで使えなくなってしまうので、と思って、ちょっと古いですけど、まあ私にとっては、今一番最適なレンズなんかなと思ってね、選んでみました。20の 1.8 ですね。サイズ的にはね、なんでこんなちっちゃいんっていうぐらいちっちゃいですね。20ミリ超広角ですけど、まあもともと私20ミリ持ってましたけど、3.5 ですね。私もニッコールの20ミリ持ってますけど、このね、UD ニッコール20ミリ 3.5。これもすごいいいレンズですね。だからニコンの20ミリっていうすごいレンズがね、ここにもあったので、まあこの延長上にあるんや、あるからこれ安心やなと思ってね、ほんで買ったんですよ。サイズ的にもね、そんなに変わらないですよね。いや、ほんまにすごいコンパクトでね、50mm1.8 と変わらんぐらいのサイズなのかなと思って、まあ前玉は大きいですけどね。77mm かな。うん、こんな感じですね。あー、なるほど。で、フード展開してみると、あ、結構でも魚眼ですね。魚眼というかこう、なんか、ポコってね、凸レンズが結構象徴的ですけど。で、フードは、あ、フードもかっちり止まりますね。いい感じ。あ、来た。なんかこう、まともなレンズを私もね、買わずに来てますからね。なんか最近ですよ、70-200 の F4 買った時もね、久々になんかちゃんと買ったなんてね。もちろんあの、野鳥用のレンズはね、ちょこちょこ買ってましたけど、こんな風に風景で使ったりするのにちゃんとしたレンズっていうので、ね、あんまり買ってないんですよね。ああ、すごいな。綺麗ですね。結構綺麗な方を買いました。中古やったんですけど、あ、古いのもあったんですけど、結構ね、やっぱりちゃんと使いたいから、安すぎてもね、なんか傷だらけも嫌やしと思って、ちょっとお金払ったところをね、選んでみましたので、綺麗ですね。いい感じですね。まあ何より軽い。うん。で、超広角ですからね。あの、手ブレ補正とか別についてなくてもいいですし。おー、いい感じだね。まあこの辺のピントリングの感じはね、いいですけど。早速つけてみましょうかね。つけてみました。まあちょっとカメラが大きいですけどね。サイズ感そんなに悪くないですね。ちっちゃいな、このレンズ。よかった。でもコンパクトなんか一番いいですね。うん。コンパクトでいいならカメラでかいですけどね。ちょっと覗いてみましょうか。どんな感じなのか。広いね。これで 1.8。これはでもありがたいな。1.8。あ、ほんまや。ほんまに 1.8 や。びっくりするな。ちょっとこのマランツが取れるんかな。え？めっちゃ売れるっていうんやけど、なんかフードが当たりそうな感じじゃねえけど、大丈夫これ。まだいける？うっ。お、これは、すごいね。めっちゃ売れるね。とりあえず、この辺で撮ってみましょう。いきまーす。1.8 で撮りました。うわ。すごいね。この広角で、マジか。ちょっと離しても、めっちゃボケるね、これ。せーの。あ。あー、面白い。あー、なんか嬉しい。こういうの欲しかった。私一応超広角のズームレンズ18-35っていうのを持ってますけど、やっぱりボケ感がないんですよね。で、ぼかしたいかって言われたらずっとぼかしたいわけでもないし、ちゃんと構図で整理して、広角でバサッとこう風景を狙う時もあるんやけど、印象的にこう葉っぱ一枚とかを狙って、あと背景をこう遠距離でバーってぼかしたいなっていう瞬間っていうのがあるんですよね。で、そういう風に使ってみたいなと思ってた矢先やったんで、すごいなんかイメージ通りこうね、映ってくれそうやから嬉しいですね、なんかね。で、この後の手元のレンズ群をちょっと撮ってみましょうか。行きましょう。いやー。うわ。すごい。いやー、こんなに違うよね。私ね、3.5、これね、UD ニコル 3.5 やけど、3.5 まであるから、1.8 そんなに変わらへんかなと思ったけど、全然違いますね、やっぱりね。やっぱり印象が全然変わるね。いや、ぼかしたいってもんじゃないんやけど、そのぼかしたい瞬間ってのもあるから、やっぱりこれね、一本欲しかったんですよね。まあ今時だったらね、どう考えたって Z20mm 買って、Z のフルサイズに行けば、まあ間違いなく問題ないのはわかるんやけど、やっぱり F マウントのカメラでも使いたいので、これをね、チョイスしてみました。また武器を手に入れたって感じだね。最高。今日ちょっとね、いろいろ用意してるんですけど、もう一個ね、私昔動画であげたんですけど、この商品ですね。ニコンの BR2A っていう商品があって、これ何かというと、
ニコンの昔のね、F マウントの、まあ、古いフィルムカメラの時の時代のレンズっていうのはこういうレンズですね。あの、ZFC についてるレンズに似てると思うんですけど、こんな形のレンズが多かったんですけど、この昔のニコンのレンズっていうのは、フィルター径がね、52ミリで統一されたんですよね。これが135ミリだろうが、105ミリだろうが、20ミリだろうが、まあ20ミリは、そこの UD ニッコールはね、72ですけど、20の 2.8 とかの52ミリですから、っていうので、統一されたんですよね。で、それで、このレンズを、なんとひっくり返して使ってマクロレンズにしようっていう商品が、この BR2A っていうね、この商品で、私一遍動画で上げたことあるんですけど、で、今回なんでこの話をしてるかというとね、ミラーレス、Z50 とかでミラーレスで使うときに、ヘリコイドアダプター、ヘリコイド付きのアダプターがありませんか？私使ってます。Z マウントから M マウントに変換するやつ。で、あれを使うと、これがすごい使いやすいんですよね。で、そのマクロっていうのも、ものすごい等倍、私このマクロのね、詳しいことよく分かってないんですけど、最大撮影倍率っていうのが載ってましてね、表がね。えげつないんですけど、まあ私が今回使ってみたのはこのニッコール 24mm ですね。これがだから 24mm ですね。これ AI ニッコールの 24mm ですけど、このレンズを使ってこの BR2A で撮ってみると、最大撮影倍率ってのが 2. 何倍これ。これもう見えへんけどさ、2.6 倍かな。2.6 倍です。ちょっと異常なサイズね。もう顕微鏡ぐらいのサイズになってるのかな。で、最大は多分その上やと思うんですけど、20mm。だから広角レンズほどなんか寄れるみたいな感じですよね。20mm2.8 のレンズに関しては 3.4 倍っていうね、撮影倍率なんですよね。ちょっとどんな感じかつけてみると、この前のフィルターをこうやって外して、で、これが 52mm ですから、52mm にこの BR2A っていうこういうリングがあるので、ネジ切ってるんでそこにね、これをつけるんですよ。まあ単純にだからレンズを逆差しするので、で、こんな感じ。で、これがだからね、あの、マウントになるんですよ。F マウントになるんですよね。で、これを、まあ私、こう、Z50 使うときには、こういうアダプターつけてますからね。で、このアダプターに、こう、だからレンズね、本当やったらこうつけるやつを、こうつけるやつを、こう逆差しするんですよね。こんな感じで。こんな感じでつけたね。こんな感じ。完全にだからこっちカメラで、レンズ反対向いてるんですよね。で、ここを外して、まあこのまま使ってもいいんですけど、マウント側をね、ちゃんとフィルターにする部品があるんですよ。この BR3 っていうのがあって、で、これをこっち向きに使って、このマウンドにかましてあげて、で、さっき外したフィルターをこっちにつけるんですよね。で、こうすると、レンズに一応なるんですよね。で、このヘリコイド付きのね、私これ焦点工房さんですけど、アダプターをつけてすると、今ね、写真を出してますけど、こんな感じでね、スーパーマクロが撮るんですよね。最大撮影倍率がこれで 2.6 倍。で、ちなみに最後私、自分の指紋度って言いましたけど、どんな、倍率かってこんな感じですね。もう、見たことないよ。こんな感じで撮れる面白いんですよね。で、ニコンのこういうなんか古いレンズとかね、持ってはる人とか、まあ家に転がってる人いたら、このリングを買ってみてマクロレンズ遊べたりするので、でどうやら広角レンズの方が倍率が高そうな感じなんで、だからマイクロニッコールとかどこやったかな？この辺に書いてるかな？マイクロニッコールとか使うと、そうでもないんですよね。1.2 倍とかそうでもないんですけど、広角レンズ 24mm とか 20mm とか、35mm とか持ってる人いたら、使ってみたら面白いかなと思うので、久々でも紹介ですけど、私まだ持ってましてね。で、使ってる回で全然使ってないんですけど、そうネタでね、出してました。だからミラーレスやからこそ、このヘリコイドアダプターみたいなのを使って、で、ピントをね、合わせることができるんですよね。で、もともとこれだけで F マウントで使ってたとき、このヘリコイドアダプターがついてないとき、これだけで使ってたときっていうのは、これをね、カメラ付けて使ってたときっていうのは、あら、寄れないんですよね。で、このピントを回しても、ほぼほぼピントの位置って変わらないんですよね。もう固定されてるみたいな感じになってるんで。だからカメラごとこうやって動かさなあかんかったやつを、根っこのね、こうフランジからこうやって動かすことができるんで、ヘリコイドアダプターがあるので。それができるミラーレスやからこそのね、遊び方がまだできるので、まあ懐かしい部品ですけどね、興味ある人は一遍ね、チェックしてみてください。まあ今回この 20mm のレンズ買いましたけど、まあ普段はね、レフ機を使ってマニオのフォーカスのレンズで暗い森の中をね、スナップしていったり、まあ、風景撮ったりすることが結構あって、それがだんだんこう怪しくなってきてる、よう合わせきらになってきてるなーっていうのを感じてるので、暗い時ですね。明るい時はね、もちろん、こう、マリオのフォーカスも全然合わせることができるんですけど、まあ、暗いとこ行く時は、もうオートフォーカスに任せてしまって、
結局行ったけど取れてなかったっていうのが一番悲しいですから、まあ、そういう時はだからオートフォーカスに任せてしまって、でどうしようマニュアルフォーカスのレンズを使いたいっていう時はやっぱりこうミラーレスに移っていくべきなんかなっていうね、まあ、ちょっと違う観点ですけど、新しいものがいいとかって移っていくんじゃなくて、見える機材にしていきたいっていうのでミラーレスに移っていくべきなんかなっていうふうになんか感じてますのでね、まあこれその辺も悩みながら遊んでるっていうのもね、私の中でも趣味ですから、また決定事項とかですね、進める方向性が決まったらですね、報告したいなと思います。そんな感じで今日はね、この辺で終わりたいなと思います。ありがとうございました。